こんにちは、シエルです。今回は最近買ったコスメっぽいものたちを紹介したいと思います。コスメやら何やら細々としたものを購入したので、はい。あ、その前にちょっといただき物をねがあるんですよ。すごい嬉しいなと思って、ちょっとそれから紹介しますね。こちらはリクトネイルオイルというね、ネイルオイルなんですけど、私の友達のネイリストさんが作ったものなんですよ。こちらをいただきました。ネイルサロンリフロムさんで売っているものです。ネイリストさんにこの間聞いたの、キサちゃんって言うんだけど、爪の生え際っていうの、ここがさ、ささくれになりやすいからここにネイルオイル塗ってたんですけど、ネイルオイルの塗り方はこの爪の上から垂らすんだって。そうすると自然とこっからピーって垂れていくらしいです。正しいネイルオイルの使い方はこう、爪の上からつける。乾燥する時期だからさ、嬉しいよね。あと一応さ、本業マジシャンなのでさ、手のケアはさしとかなきゃいけないしさ。あ、なんかもう綺麗になった感じしない？するする。いろんな思いが詰まったネイルオイルです。こちら、リンクを概要欄に貼っとくので、チェックしてみてください。あとね、もう一個いただいたんだよね、これは。モンモリロナイトと果実と花のハンドクリームということで。ネイリストのリサちゃんが言ってたんだけど、ハンドクリームっていっぱいあるじゃないですか。中に入っているものが、なんか油を使ってるものが多いんですって。その要は保湿をするために。だけど、ハンドクリームを選ぶときはね、その、泥を使ったものをね、選ぶといいよっていうことで。あ、これすごいなんか開けた瞬間。パカって開く。はい。塗った後すぐにさらり、お料理や事務仕事を潤いのある手で快適に。マジシャンは嬉しいね。はい。ということで、お、もう出てきちゃった。はい。ちょっと塗ってみようか。あ、ベタつかないからいいよって言ってた。あ、ほんとだ。なんかぬんぬんしない感じ。なんか手に吸収された感じする。中のその主成分っていうのかな。入っている成分は油よりも泥、クレイを使ったものをおすすめします。私も勉強になりました。ではちょっとバンバンバンと購入編紹介していきます。流さないタイプのヘアオイル、昔これ使ってて再びまた買ってみました。ラサーナヘアトリートメント、1000円ぐらいだったかな。こちらも流さないタイプのヘアオイルなんですけど、夜用です。アルミックナイト&ビタミンヘアオイル、洗い流さないタイプのヘアオイルということなんだけど、これはね何度も買ってるんだけど、香りがねラベンダーでいい香りなのと、あとこれさ、後ろに2600円って書いてあるんだけど、私が行くドンキだといつも500円なの。こちら500円で購入しました。私は髪の毛が長くて多くていろいろ大変なので、こういうものを使ってねケアをしていかなきゃなと思って。あ、これシャンプーは多分これお店でもらったやつ、スカルプソフトっていうシャンプー、これなんかもらったやつ。久しぶりに買ったかも、このフェイスマスク。ルルルンのものですね。秋冬でね、乾燥が気になり始めたので、はい、こちら、久しぶりに購入しました。メンソレータムトーンマイリップという、ブライトアップレッドっていう香りなんですけど、色付きのリップですね。結構色が濃い。暗い唇に明るさアップということで。うん、色つきそうだね。マスク生活だからさ、リップがさ、マスクの方に行ってしまうんですよ。ね、リップでどうにか色つけたいなと思ってて。続いてはこちらです。セザンヌのチーク。暖かほっこり色っていう、ウォームブラウンっていう。チークをブラウンに変えようと思って。これさ、すごい安いよね。300いくらとかだよね。はい。ブラウン系買ってみました。季節の変わり目っていうのと、あと化粧品のサンプルでお肌が大変なことになってしまったので、コスメショップでスキンケアに詳しい人にいろいろ相談したところ、お肌に優しい、赤ちゃんも使えるぐらい優しいって言ってたかな。お肌のトラブルでお悩みの方へ特別スターターキットっていう、そうそう、このねシリーズを買ってみたんだよね。シルクルールお試し用基本セットというスキンケア商品ですね。敏感アレルギー、アトピー、肌荒れで悩んでいる人、肌トラブルを繰り返しやすい人、あと赤みニキビが気になる人、これだっていう風に言われて、こちらがねそのトライアルセットで1500円だったんですけど、このシリーズをねいくつか買ったんですよ。
セルクルールのハーブシャボンっていう全身用ソープって書いてあるんですけど、赤ちゃんにも使えるって言ってました。すっごい優しい洗顔で、こちらはセルクルールのパックなんですけど、なんかねここにね粉がついてて、でここになんかジェルが入ってるんですけど、粉とジェルを混ぜてお顔にのせて何分か置いてね取るとペロンってね剥がれるらしいんですけど、シェルクルールナージュボー MB マスクというものですね。これで1回分なんですけど、そう魔法のパックだそうです。シェルクルールの化粧下地と日中用美容液という、はい、これはね色味がついてるものでしたね。色味ついてるんだけど、美容液も入ってて、で SPF 日焼け止めも入ってて、はい、そんな化粧下地で、こちらがシェルクルールの、パウダーですね。プロテクトパウダー、フェイスパウダーって書いてあります。でこれがケースで、こっちが中のパウダーなんですけど、これすごい薄くていいなと思ったんだけど、2つ合わせて5000円ぐらいしたんだけど、パフが予備で3つついてます。こんな感じの、これがフェイスパウダーです。まあ、これちょっとケースから出してここにカチャンってはめなきゃいけないんですけど、それは後でやります。そのスキンケアに詳しいお姉さんがしたのが、寝てる時もつけてた方がいいぐらいその美容成分も入っててお肌に優しいらしいですね。それ聞くとちょっと買ってみようかなとか思っちゃって、ベースはこちらの化粧下地で、あとはこっちのパウダーつけて終わりらしいです。あと言われたのが、今マスク皆さんしてるじゃないですか。でその時にすっぴんにマスクは肌が擦れるから良くないんだって。それこそこれをつけてマスクをしてくださいって言われました。お肌も守られるからいいっていう話を聞きました。そんな感じでした。こちらのシェルクルールっていうの初めて知ったんだけど、これはねお肌に優しいものたちが集まってるコスメスキンケア商品らしいので、ちょっとこれは試しに使ってみたいなと思って、はい、います。今日は最近買ったコスメやらなんやらいろいろもろもろでした。はい、というわけで今日も動画見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。